はい、鳥犬チャンネルです。本年最後の放送になります。3年ほど前に作った、キューキットのガンダムラストシューティングをお届けいたします。制作中の画像もね、大して撮ってなかったんですけれど、よろしくお願いいたします。はい、いきなり出来上がり品の解説からで、背景のこの絵ですね、これはプラパンにそのままエアブラシで塗って作っております。プラパンをこのように箱組みしております。5ミリのプラ棒で留めてますね。このような箱組みをして、背景作りました。後で考えたらね、立体で作ってもよかったかなと思って、で下の板はね、鉄道模型用のねパネルですね。これ黒でこのままあったんで使います。はい、そして300円ガンダム改造したものになります。キューキットです。エアブラシでメインは塗装して、それからね、細部は筆塗りをやっております。デカールは適当にね、愛想のやつを貼っております。大河原さんのね絵を見ながらやったんですけれどね、実はねポイントはここの足なんですよね。左足特にこのつま先のね位置をね内向きに刺すんですよ。これね外向きにやっちゃってる人いるんですけど、映像とか見直したり、安彦さん描いた漫画の方もね見ると、あのちゃんと内側に向いております。これなんでかいうと、こう歩いてきた時にこうくるっと回転するんですよね最後。だから左足は回るためのこう軸になってて、それで内側で、はい、ライフルなんですけど、ライフルはちょっと薄っぺらかったんで厚み持たせて作り直しております。これも腕をねスコッと入れるだけで、各部はねアルミ線でつないでおります。もうこの辺になるとね固定ですかね。で肩はねこのようにカットしてもうはめるだけにしております。ここのね表現、肩の表現もね大河原さんの絵のようにしよう思うとね、こんな感じにせざるを得ないかなという感じですかね。はい、イメージガンダムの方はこんな感じですかね。はい、ジオングです。ジオングもねキューキットの方を使っております。ここはねヒートペンでねガシガシガシとカットしてやって、なんちゃってパーツを貼っております。ここもねカットしております。飛び散ったあの表現ね、大河原さんの絵にあるあれはちょっとさすがにできなかったんですけど、なんとなくね大河原さんの絵を参考にしながら作ってみました。はい、そしてビームですね。ビームライフルからのビーム、これはタミヤの透明プラから作っております。ヒートペンでねこの形にしました。で、はい、LED をこのように刺しちゃいます。釣りなんかで使うやつで、ヨドバシとかでね出たりします。釣り具屋でも買えます。でここ差し込んでライフルの先っちょにねつけてやるといい感じになるんですよね。いかがでございましょう。はい、ライフルとの接続は真鍮線でやっております。0.5 ミリぐらいの真鍮線確か使っております。はい、そしてね実はジオングの頭もね捨てずにね使ってみました。折れないようにこのように取っています。ジオングの頭部です。頭部の中にね真鍮線を通してパネルの方に取り付けちゃいます。そしてね、はい、ビームもね作ってます。ジオングの口から出てるビーム、これもタミヤの透明プラボですね。これ使ってます。で口に刺したって背中の方を今真鍮線通そうとしてます。ちょっと画角からね外れてるんで、はい、入れるとこんな感じで刺そうとしております。はい、こんな感じでパネルの上に穴を開けてるんで、そこに差し込むとジオングとガンダムの打ち合いが再現されます。ポスターではねここのところはなかったかとは思うんですけどね、ガンダムだけやったと思うんですけど、ジオングの頭を取り付けてみました。ホビージャパンのガンプラのコンテストの時にねこの144分の1のガンダムを使ったテーマがあったんで、その時出したんですけどね、オッシー、クモ、あと2人ぐらいかな、なんとかなればいけたとこだったんですけどね、入賞あとちょっとでした。
やっぱ難しいですね、ホビージャパンさんは。はい、こんな感じでできております。映画巡り合い空やってる時もね、実はその当時試みたんですけどね、うまくできなかったですね。小6から中1になる時だったんですけどね。こんな感じで完成となります。このラストシューティングのネタはね、あの朽ちたダグラムと同じように再現された方はね、何人もおられたかと思います。あとはね、工夫するとしてはやっぱ背景ですかね。あの炎の立ち上がりを立体で作るとね、もうちょっともしかしたら映えるかもしれないですね。とりあえず子供の頃できなかったことを50歳ぐらいになってようやくできた感じでございます。制作駐車時に一応これだけありました。汚しを入れる前の状態ですね。それではご視聴ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。来年の1本目ね、何にするかちょっと悩ましいですね。乞うご期待でございます。